ルイスラウル・エステベス・ボルケルスは、アメリカの軍人。プエルトリコ人として、またヒスパニック系アメリカ人として、初めて、アメリカ陸軍士官学校を卒業した人物であり、また、プエルトリコ州兵の創設者でもある。1893年に、プエルトリコ・アグアディアにて生を受ける。両親とも、アグアディアの生まれであり、父フランシスコ・エステベス・ソリアーノは、 スペイン陸軍の軍人で母エネディナ・ボルカース・バンデラディースはドイツ・オランダ系の血を引く主婦であった。ルイス・エステベスはアグアディアで初等教育を受けた後、マヤグエスの高校に通った。米西戦争勃発後、プエルトリコはアメリカ合衆国による併合を受けるが、エステベス・ボルカース家は新たな支配者たるアメリカを受け入れた。父は 息子が一家の伝統を継いで軍人の道を選ぶことを望んでいた。母は息子がアメリカ本国に留学し技術者になることを望んでいたものの、当時のエステベス・ボルカース家の貧しい経済状況は母の希望を叶えられるものではなかった。ルイス・エステベスは米陸軍士官学校受験生募集の新聞広告を見て両親に告げぬままこれに応募し、 入学試験に合格する。こうして彼は初めて米陸軍主官学校への入学を果たした、また後には初めて卒業を果たすことになる、プエルトリ個人となったのである。陸軍主官学校では、第二子供としてスペイン語を選んでいた、同窓生であるドワイト・ D ・アイゼンハワー候補生の個別指導を担当していた。1915年、エステベスは、 陸軍士官学校発のプエルトリコ人卒業生として卒業する。同僧生にはアイゼンハワーの他にオマール・ブラッドレイがいた。なお、彼ら1915年度卒業生の多くが将軍にまで出世したことから、後に1915年度卒業生は星の降り注いだクラスと通称されることになるが、彼らの中で最初に将軍になったのはエステベスであった。 卒業後、エステベスには市民権の問題が降りかかった。当時、行政上の都合から、プエルトリコ人は米国市民と区別されており、米陸軍将校に任官できるのは米国市民のみと定められていたのである。しかし陸軍省では、アメリカ独立戦争の折に、フランス人のラファイエット公爵やプロイセン人のシュトイベン男爵など外人士官が、 大陸軍に参加していた前例を探し出し、これに従いエステベスの任官を認めたのである。勝位任官後、エステベスは、ジョン・パーシング将軍率いる第8不評旅団に、配属される。同旅団はパンチ呼びりゃ事件の折、テキサス州エルパソに配置された。またエルパソ到着後、エステベスは、メキシコ領内の町、ポルボへと送り込まれ、この際に、 市民からの投票により市長及び裁判官を務めている。エステベスはプエルトリコ人部隊である第23大隊の編成に関与した。同大隊は第一次世界大戦中にはパナマに駐留していた。その後、プエルトリコに設置されたキャンプラスカサスに派遣され、ポルトリコ連隊に配属される予定だったプエルトリコ人将校らの教育を担当した。なお、 同連隊は1919 19年に第65不評連隊と解消されている。こうした勤務の中でプエルトリコにおける周兵組織の必要性を感じた彼はこれの設置を連邦政府及びプエルトリコ議会に提案し間もなく承認された。1918年、少佐昇進。1919年、プエルトリコ周兵第一連隊が設置された。 第一次世界大戦後、エステベスは、ワシントン DC での勤務に移るが、間もなく、正規軍勤務の職を辞する。医師により比較的寒冷な地域での滞在は、彼の妻にとって、致命的な結果をもたらしうるという警告を受けたためで、あった。その後は島に戻り、プエルトリコ州兵の初代司令官となる。1950年、ハユや放棄の折、エステベスの指揮下で、 治安維持のために出動したプエルトリコ州兵。1940年10月、現役復帰が命じられ、第92不評旅団戦闘団の指揮官に任命される。その後、プエルトリコ知事代行のホセ・ミゲルがヤルドが彼を呼び戻し、陸軍との共同の下で州兵部隊の訓練を行わせた。エステベスは、わずかな期間のうちに、旧行連隊の編成及び、 訓練を完了させた。1946年、プエルトリコ州兵の再編を開始し、以後1957年5月に退役するまで、州兵の総司令職である上級幕僚として務めた。1950年10月30日、プエルトリコ国民党は、米国法による支配及び、プエルトリコ自治政府に対する不満から、プエルトリコ各地の都市で暴動を起こした。 ルイスムニョスマリン知事の要請を受けたエステベスは治安維持のためにプエルトリコ州兵を出動させ、ハユやウトゥアド、サンフアンなど各地で国民党派の鎮圧に当たった。エステベスは軍事史の研究が趣味で、後にロスバロペイセスとロスソルダットスサンアシーという2冊の本を発表している。後者の中でエステベスは 大昔から第二次世界大戦までのプエルトリコ兵に関する多くの逸話やジョークについて記している。また友人であり地元の指導者でもあったフアンガルシアの協力を得て、故郷アグアディアに二つの劇場を建てている。1958年3月12日、エステベスはサンフアンにて死去した。米陸軍は彼の名誉を称え、サンフアンの軍事施設のいくつかに、 ルイス・アール・エステベス将軍の名称を与え、また、プエルトリコ州兵本部前の大通りの名称も、エステベス将軍大通りに改められた。ルイス・エステベスは次の勲章等を受章している。ありがとうございます。